えー、私は勉強が嫌いで中卒です。独学で司法書士試験に合格し、司法書士事務所に1年間就職し、退職後独立開業しましたが、1年後に廃業し、背取りを始めました。毎日1時間ほどの作業で所得1500万円で安定しています。今は妻と子があり自由時間目を幸せです。ここまでに到達できたのは努力しかありません。努力さんからねぎらいの言葉が欲しいです。おめでとうございます。あの、多分、勉強が嫌いなのではなく、自分に興味がないことができないというタイプの人なんですよ。 でそ,のそもそも司法書記試験に受かるのって独学でで勉強してるんですよなのであの必要だと思うことはやれるなのでその中卒っていうので中学卒業の勉強とかやりたくねえよ高校卒業の勉強とかやりたくねえよなんだけど司法書士試験受かりたいってなったら勉強できると。 で、多分、セドリに関しても、そう,う世の中にこういう値段で売ってるものがあって、こっちで仕入れてこっちで売ったら、あの、間が抜けるよねっていうのをちゃんと調べて、その通りやるっていうので、自分の好きなことに対しては行動力をちゃんと使える。ただ、自分の好きじゃないことには興味がないからできないっていうだけで、割とごく普通だと思うんですよ。で、スペックとしては多分頭いいです。独学でその、中卒で少々試験っていきなり浮かんのなかなか難しいので、 なので、あの、普通に子供も頭いい感じになると思うんですけど、ただ一応その、努力した方がいいよ、みたいな努力の仕方自体はお子さんにもちゃんと教えてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよではその、勉強が嫌いですっていうのを自分で言っちゃってるんですけど、そうすると勉強が嫌いっていうのが当たり前だよねって子供も多分思っちゃうと思うんですよ。でもその、えっと、抵抗ペンギンさんは、 その勉強嫌いはしてるので、多分嫌いなんじゃなくて、自分の好きじゃない勉強が嫌いっていうので、なんで子供に対しても好きな勉強はちゃんとやった方がいいよ。でも嫌いなものだったらやらなくても結構生きていけるよ、みたいな感じで、その好きな勉強はちゃんとやった方がいいとか、好きな、その中で試験に受かって司法処置になりたいとか、目標があるんだったら、そのために努力をした方がいいよっていう感じで、その努力をすること自体はちゃんと教えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。